許してください。と申します。今日はですね、ルーティーサイカーネル と、アーティクリエクトパッチを一緒に使いましょうという話で、話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、簡単に私どんな人かっていうことを自己紹介させていただきますと、東芝 の、 ソフトウェア技術センターというところで、働いておりまして、私どもは研究開発部門の一つで、連鎖的にいろんなこう技術を提供する立場にあります。でその中の一環として私のところでは、Linux とかオペレーティングシステムに関することをやっています。で今日 の、 お話の、フォーカスなんですけれども、どうやったら、RT パッチを、LTSI カーネルと組み合わせて使えるのっていう話であって、どちらかというと初心者向けのお話になるので、私はもう Linux バリバリだぜっていうような方に関してはちょっと簡単な話じゃないかなと思いますが、ちょっとこれから、RT パッチを使ってみようとかそういう人に対しては、LTSI カーネルと RT パッチを一緒に使っているよという人に対しては、ちょっと役に立つ話なんじゃないかなと思います。ですね、この後ろのプレゼンテーションしてくださる方がかなり RT パッチのところをちゃんと説明してくださるので、それは全てそちらの方にお譲りして、私の方はどうやって作ったのっていう話にちょっとフォーカスさせていただきたいと思います。でプレゼンの流れとしては、まずどんなものを用意しなくちゃいけないかから始まって、LTSIRT の作り方っていうのを説明します。で、それをやるにあたっては、やっぱり LTSI カーネルっていうのは、いわゆる LTS と呼ばれているカーネルのメインラインプラス、セキュリティとか、フィックスが加わったものに、さらに、インダストリーの要は企業とかで製品とかで使っているようなパッチとかで必要な機能を取り込んだりっていうこともしています。なので、単に RT パッチを回しすると、いろんなことが起こるので、その辺ちょっと、説明できたらなと思っています。あとその後のテストの一環で、こんなことを実際にテストしていますっていうのを簡単に説明した後に、そういったテストをするとどんなことができるのかっていうことをこのデモにやろうと思っています。はい。で、ですね、レシピって書いてあるんですけど、何を用意するかですね、料理には材料が必要ですので、その材料を簡単に説明させていただきますと、まず LTSA カーネルっていうのは当然ですけれども、ステーブルカーネル、 LTS カーネルがベースになっています。で、そこに対して、それがですね、ちょっとこちらの、これ、クリックできるかな。よいしょ。こうやってやると、LTS のカーネルってこういう、カーネル .org の下のステーブルツリーっていうのが、こうやって Git で用意されていますので、これを使うっていうのがまず一つ。で、それに対して、LTS カーネルっていうのはですね、Linux Foundation のページの中で、ページが用意されてまして、でそこからパッチのセットをダウンロードできる形になっています。で、当然ですけど、この2つだけで組み合わせただけだと、いわゆる LTSI カーネルっていうのができないんですね。で、それに対して、RT パッチを使うっていう観点に立つとですね、カーネル .org の方にステーブル RT というツリーがあって、そちらを使って、いくことができます。で、これは Git の一歩通りをそのまま取ってくるという方法もありますし、カーネル .org の方の中から、いわゆるターボールを持ってきて使うということもできます。で、これをやるときの大体コマンドっていうのが、Git と大体普通は Git があればいいんですけど、
いろいろ置くようなね、グレッド的ステージだとマージツールって、その辺のあたりも使っていくことになります。で、リアルタイムパッチに関するリファレンスという意味では、かなりこう、ドキュメントが豊富に用意されておりまして、まずリアルタイムコンションパッチってどんなものっていうのは、WN.NET のパーティクルで、ありますし、あとプレゼンテーションマテリアルで、エンベレットリナックスカンファレンスや、リナックスコンの方で、いろんなこう、プレゼンテーションが行われてきました。で、ソニー の, フランク・ローランドさんがやったリアルタイムフェリアなんかは、リアルタイムシステム、そもそもどうやってどんなものかとか、よくある誤解とかっていうのにかなり詳しくこう説明がされていて、これをまず見ると、まずリアルタイム Linux ってどんなことをしなくちゃいけないかとか、どんなものなのか、あと何を気をつけなくちゃいけないかっていうことが非常にこうポイントビューでよくわかります。で、それに対して、Steven の方は、その RT パッチの中の、中に踏み込んで、こんな変更を行っているっていうことを、説明した資料が用意されています。で、この辺、リアルタイムパッチについての中身を知りたかったら、これが非常に、資料となっておりますので、そういったところを参考にしていただければと思います。で、じゃあ今度は実際じゃあ作っていきましょうという話なんですけれど、まず作り方、3つのものがあります。LTSI カーネルパッチとステーブルカーネルと LTSI カーネルと、これ LTSI カーネルパッチとステーブルカーネルと RT パッチ、この3つをどうやって混ぜ込んでいくか。という話なんですけど、大体2回、2つのやり方が考えられます。1つのやり方としては、ステーブルカーネルに LTSI カーネルを混ぜ合わせたものにリアルタイムパッチを後で付け加えていくか、もう1つはステーブル RT っていうのは、ステーブルカーネルと RT パッチを混ぜ合わせたものが用意されているので、そこに対して LTSI の、カーネルパッチを混ぜていくというやり方がありますが、私がやったやり方ですね、実はですね、こちらのステーブルカーネルと LTSI と、まず LTSI カーネルを作って、そこに RT パッチを当てアプライするということをやりました。で、なんでこれを、この方法を取ったかという話なんですが、ですね、RT パッチってカーネルのコアの部分にかなりいっぱい変更を加えます。なので、変更がいっぱいあるものに対して、もともとステーブルのカーネルに対して、やった、こう、ものを、ステーブルのカーネルに対して、RT パッチ、いろいろコアに変更を加わったものに対して、LTSI カーネルをやってると、結構大変なことになります。それよりもは、LTSI カーネルをまず作って、で、RT パッチを当てる方が、比較的無難に済むことが多いということで、この左の位置を導入した。で、そういった意味で、ですね、LTSI カーネルって、今日 の朝の、宗像さん のプレゼンテーションにもありましたけれど、例えば 3.0 とか 3.4 とかの LTS がこう何度もこうポイント区切ってリリースされているのに対して、 LTSI カーネルというのはその中の今一つのポイントを持ってきて、そこに対してきちんとテストしたものをリリースしていくという、テストスケジュールが組まれています。で、 RT に関しても RT に対して、まずそれに一番近いところを作っていって、じゃ当然ですけれど同じものを追随していくっていうのもあるんですけど、リアルタイムパッチって必ずこのバージョンに用意されているって限らないんですね。なので例えば 3.0.38 の LTSI があったとしても、リアルタイムパッチが 3.0.39 にしか用意されていないとかなってると、この中間リリースに対してきちんとフォローして、それに対して必要なところをこう 作り込んでいくということも場合によっては必要になってきます。なので、今朝何でしたっけ、お話で上がった、やっぱりこうちゃんとフォローしていってくれるっていう話になっていると、実はこの辺の作業が非常にやりやすくなってくるとは思います。
もちろんやった後で LTSI としてきちんとこれ LTSI なんだよっていうためにはやはりテストをきちんとしてまあ、皆さんがいいといったものをリリースという形にする必要があるとは考えています。 RT は毎回で、はいはい、RT も3桁目は毎回変わったのが RT 版が出ています。RT も飛び飛びになってますね。でなってますね、確かに。だから、はい、RT も飛び飛びになってますね。大体結構いろんなポイントではリリースされてますけど、そういった意味では飛び飛びになってます。で、その辺ですね。今ね、どういったら、これね。あ、ちなみに私、全ての一応ソースコード、この話でする範囲のものに関しては、GitHub の方に公開していて、後でこのプレゼンテーションにもリンクを貼ってあるので、ダウンロードしていただければここにたどり着けるようになっているんですけど、ですね、それのコミットログを見ていくと、これ 3.10 の話で、3.10.31 の ATSI がこう出てきてから、それに対して RT をこう追っかけていっているような形で、これは勝手にやっていることですので、おっしゃるようなものではないんですけど、今のところ私のところの手元にある範囲では、もちろん LTSI の方が先いってるんですけど、LTSI の RT のって試したやつっていう意味では Linux の 3.10.37 の LTSI RT32 っていうのを作っています。これのベースは3.10.37 の RT37 がベースになっていて、そこに LTSI を混ぜ込んだものです。で、このじゃあまずはステップ1ということで、ステーブルカーネルと LTSI パッチを作ったもので LTSI カーネルを作るっていう話なんですけど、これマニュアルも用意されているものなんですが、まず一番最初のステップとしてやらなくちゃいけないのは、ステーブル、リアクションステーブルトリーを持ってきて、で、対象のブランチをこう取り出します。で次にやるのが、LTSI のトリーを持ってきて、その2つのリポジトリを用意します。でこれをですね、これが、できるかな、これじゃあ見えないですね。設定の変更ですね、まずここにこうステーブルカーネルのツリーがあって、これの人の道具とかを見てみると、これは何を用意したかというと、何を用意したんだ、これあ、ハードいいかと、はい、大丈夫、時間短縮のために3分クッキーみたいなんですけど、日本にはいい番組がありまして、クール休憩の3分クッキーでこうね、ちゃんとこちらの方に用意されたこうコマンドがありまして、簡単に言うとですね、今 Linux テーブルに行ってから、チェックアウトで、バージョン 3.4.46 を持っています。で、次に LTSI の使われているそれはちょっとお見せする LTSI カーネルというものがあって、こちらが LTSI のマッチセットになっています。でこのマッチセットの中から 3.4.46 の LTSI というのを取り出して、
で、それから、ですね、もう一回 Linux のステーブルのツリーに行って、で、キルトの、パッチセットがどこにあるかを指定して、それをビットキルトインポートすると、LTSI の、ツリーを作ってくれます。で、それをやるっていう意味で、バッシュ、して、ここに追跡、ここに追跡だと、まあ、こうやって取り出して、全部のパッチを開けて、すべての、こう、一応これで LTSI の 3.4 のベースのカーネルが出来上がります。で、ちょっとこれ時間かかるので、ちょっと先に進めていただいて。で、3.4 のじゃあカーネルできたらどうするかというと、次に、当然ですけど、これ RT パッチをマージしていくことになります。で、RT パッチをマージするという観点においてはですね、まず、さっき Linux ステーブルというツリーを用意しましたけど、そこに対して、リファレンスとして、ステーブル RT を、参照しに行けるようにします。で、そのコマンドが Git remote add で、要はリモートリポジトリをステーブル RT という名前で参照できるリモートリポジトリを、ここを参照しますよということをまず宣言して、それでアップデートをすると、当然ですけれども、ステーブル RT の下の、例えばタグとか、あと、ブランチが見えるようになります。で、今回ですと、前のページでちょっと言いましたけど、この 3.4.46 の LTSI っていうのを、ターゲットにしているので、まず、とりあえずマージします。で、どうなるかというと、あ、まだやって、ちょうどいいタイミングになりましたね。Git remote、Git branch、大体こういう3点付近はですね、用意してあるんですよね。移動しないで。はい、なんですか。ディレクトリーが。あ、本当だ。Linux で、これオリジンです。テーブル。あ、大体こう、ありますね。で、3.4.46。はい。今、つきました。あ、で、これですね。タグです。タグ。で、3.4.46。やると、この、3.4.46 の RT61 っていうのが使いますので、Git の、マージンの、3.4.46 書いてるのは RT61 と、ちょっとやってみます。そうすると、こういう使ってみることが出るんですね。で、あとはこのコンフリクトを解決しなくちゃいけないんですけど、という話をちょっとすると、この時にですね、どうやってモディファイしていくかっていう話、いくつかあると思います。で、私が今何をしているかというと、とりあえず、バグフィックスで、コンフリクトしてるんだったら、そこは、絶対マージしなくちゃいけないので、たとえコンフリクト起きててもマージしようと思いますが、あともう一つマージしようと思うのは、RT パッチで API がチェンジしていて、LTSI の方は古い API を使っていて、でそれで API のコンフリクトが起きている場合は、RT パッチの API の方に合わせるとか、場合によっては LTSI の API の方に投資するとか、そういった修正を行います。でも、ですね、時々 LTSI の、カーネルって、カーネルの結構コアな部分に変更を加えていて、そういった時にどうするかというと、まず見ます、ね。で、何をするかというと、なんか直せるかなーって、って考えて、直せないなーと思ったら、もうやめます。で、そのやめ方っていうのはどうすればいいかというとですね、簡単に言うと LTSI の、カーネルってパッチセットなので、
例えばですね、3.0 の時に結構ひどい目に遭いまして、何をやったかというと、こうやって全部コメントアウトをしました。SH のやつが KZ、すいません、こう徹子さん、全部コメントアウトして、その後に、KZN をコメントアウトして、その後にランタイム PM をコメントアウトして、で、ランタイム PM をコメントアウトしてますね。で、これですね、ちょっと後で説明します。なんでこんなことをしなくちゃいけなくなったかっていうのを後でちょっと説明します。大体こうやって 3.0 の時は、3.0 の RT 化をして使いたかったんですけど、自分が多分この、ボード使わないなとか、ランタイム PM 使わないなとか、思ったら、全部消しました。で、RT パッチを枚数と優先しました。っていうのがやり方です。で、こういったときに、まずですね、これ、あれ、ちゃんと説明してたっけ？そうですね、これはですね、まず、これ、さっきの、ちょっとコンフリクト起きてるところなんですけど、このページアロックとかっていうのはですね、こう見ていくと、実際にこの、ドライバーですね、何でコンフリクトしてるかっていうと、例えばこのエターファイルで、RT パッチの方で使ってるエターファイル、これ加わってるエターファイルがあって、でそれが加わっていなかったことによるコンフリクトが起きてるだけで、LTSI の方でも別のエターファイルをこう入れようとしていて、で、起きた場合は、まずこれ両方ともイネーブルにするとか、あと、これだけかな。これだけですね。で、こういう簡単なものだったら結構すんなりいくんですね。でもですね、私は 3.0 をやるときにもうちょっと大変な思いをしましたっていうのもこれからの話なんですが、3.0 をやろうとしたときはまず最初に LTSI カーディンが 3.0.38 の LTSI しかなくて、でそれを、RT が 3.0.39 の RT59 しかないという状況でした。これは、こことここの間に改善がどうしても生じているので、仕方ないから、まず LTSI の 3.0.39 をまず作って、でそれから RT パッチを当てるということをやりました。で、それをやったときに、起きたことが、結構いろんなこうコンフリクトが起きたんですね。で全部でこれだけでした。が、さっきみたいな簡単な、API だけちょっと直せばいいとか、インクルードファイルを追加すればいいとか、そういったものではなくて、今回ですね、問題が起きたところはですね、これ、お見せした方がいいのかな。ちょっと待ってくださいね。マッシュの、この plist.h っていうのが癖物でして、このファイルの中で、LTSI の方にマージされた、plist.h の変更っていうのが RT パッチの方で、変更されたようなものが、plist.h の中に入ってきてたんですね。で RT パッチと、LTSI パッチの中で同じような目的の変更が両方ともマージってたんですけど、RT パッチの変更だけを優先させようとすると、結局この plist.h っていうのを LTSI 側のやつを排除していかなくてはいけなくて、
それをやろうとすると、まずランタイム PM のところで、これが、この plist.h っていうような変更が行われていて、そこから芋づる式に、辿っていくと、各 BSP の KZM とか、あと SH とかの中で、それぞれ依存する部分がどうしてもあって、で結局、LTSI をディベロップするときは、当然ですけれども、そういったことが起きないように、API のチェンジに合わせて、ちゃんと変更を行ってくれているんですけど、RT パッチいざ当てようとすると、そこ の変更っていうのが結構クリティカルに効いてきてしまうので、そこから下をまず全部切りました。で、切って問題がないかという判断は、私がたまたまその機能を使わなかったからっていう、そういう話になっています。で、それで何ができるかというとですね、これちょっとまず下、一番下も当然ですけど、ここまでの変更で、Linux カーネルに対して RT クリエイトパッチを当てて、ATSI の、おそらく RT クリエイトパッチ自体は、ATSI 新規に追加されたアーキテクチャ、挑むって、何もメンテナンスしてくれてないので、ここのところは除いて、この部分は除いてここまでのメンテナンスしてくれてるっていう話になります。でここだから最終的にここをなんか問題が起きる可能性が残ったままっていうのが、ATSI-RT っていうのをまず作った最初の段階になります。で当然ですけれどここの ATSI で、アーキテクチャに依存の部分っていうのもあと手ボトルネックになんかおかしなことが生じたりとかあとなんか変な挙動を起こすっていう可能性は当然出てくるので、それを見るっていう意味では、やっぱりテストをする必要があります。で、テストに関しては、まず一つは当然ですけど、コンパイルのテストで、モドコンフィグとかオルコンフィグとりあえずやってみて、全部通るかどうか、ダメだったらダメで考えようみたいな感じで見るんですけど、一応コンパイルのテストします。で、次に何をするかっていうと、当然ボードでテストするので、こういったそこにある、そこにちょっとパンダボードを用意したんですけど、パンダボードで用意しているパンダボード用のセッティングを例えば行って、で、全て、レッツすることになります。で、その時に、今回は RT パッチの、テストをしたいっていう話になるので、まず RT パッチの基本的なコンフィギュレーションっていう意味で、最低限のコンフィギュレーションします。で当然ですけれども、コンフィグのプリエントアーキフルというのをオンにして、あとはハイレゾリューション端末をオンにする。それ以外にはパワーマネジメント関係とかデバッグオプション全部切って、RT 性能にちょっと影響のありそうなところは、一通り切った状態というのを用意しています。でこれでレイテンシーの問題とかそういったことが起きないかというのは必要になります。でこの辺 の話はチュートリアルこの辺に RT プリエントハウというのが用意されているのでそこをもっと細かな設定を落とし込んでいっていただければと思います。で次にじゃあテストを何にするかという話なんですけどまず例えば LTP を通してみて、ですね、これ RT と LTSRT の中でもおかしなことが起きてないかとかあと当然ですけれども RT の前のバージョンになっている3.10 と LTSIRT の中でおかしなことが起きてないかということを見ていく必要があります。それ以外にはパフォーマンステストとしては、レイテンシーとかのテストをまずして、で場合によってはネットワークとか IO とかのパフォーマンステストなどもしていきます。でそれ以外に当然ストレステストということでずっと走らせておいておかしなことが起きていないかもするんですけど、最近ですと私ども今、サプライズテストとしてハードウェアのアイソレーションテストとかあとデータのデータリライアビリティテストとかそういったこともやっています。で今日はなんでこれを持ってきたかというとこのハードウェアアイソレーションテストってやるときっていうのはコアを例えば2つコアがあったらそのコアにそれぞれ負荷を与えておいてで RT のコアの負荷と、ジレールパーパスのコアの負荷っていうのがきちんと分離されているかっていうことを見ていきます。で、それができると何が嬉しいかということがこのデモンストレーションになります。で、デモンの、あれこれ24ページじゃないということは26ページ書かれてますね。このデモの中身なんですけど、ですね、ここにパンダボードがいます。パンダボード2コアです。
というコアなので、一つのコアっていうのをあのジェネラルパーパスにして、もう一つのコアをリアルタイムにして、このジェネラルパーパスの方は、ウェブサーバーをとりあえず動かしています。でウェブサーバーの方はあの当然ですけど、どういうタイミングでどんなリクエストが来るか分かりませんし、まあ、そういったことをちょっと予測するのは難しいという意味で、まあ、非決定性的な動きをするということになります。それに対して、ワークロードとしては Web クライアントをあのやって Web ベンチをこうダーッと流します。で、もう一つの方は RP の、 あの作業するコアなんですけれども、こちらのコアの方はですね、あのこちらの、これ Puppy っていうあのロボット、統一ロボットなんですけど、こいつを制御します。こいつのモーターをあのどのくらいあの動かしたらいいかということを、計算して制御するっていう、ものをこちらの RT コアで行います。で、この間、あの、CAN でつながっていて、まあ、CAN というかですね、CAN でつながっているのは途中で RS2321 にコンバートされて、あの、UART になって出てくるんですけど、それが、こちらのコアに入ってきて、で、どのくらいの、あの、制御しなければならないかという計算を行って、戻します。で、この間の、あの、レスポンスタイムは8ミリセックだったっけ、に設定していて、で8ミリセックを超えてこういうようなあのこともあると死んじゃいます。パッタンと倒れます。で、どうしよう。やる？じゃあ、 あのここからじゃあ実際にあの上手い人にやってもらいます。私これ、ね、立てるのがすごく下手くそなんですよね。接続？これ接続できないかな。ちょっと待って。ちょっとすいません。変えます。
としては、まあ、製品作る立場としてはやっぱり安定した金を使いたいということはあるんですけれども、その一つの重要な機能が RT なんですよ。でも今 の, あの LTSI の中では、リアルタイムパッチまでは取り込むということはやっていなくて、でそうなったときはそこの部分だけは自分でちゃんと面倒見なくちゃいけないなと思いました。なので LTSI プラス RT パッチっていうのを作り込んだっていう話になります。はい、そんなに難しくないんです。あ、これなんですか。あ、それはありがとうございます。どうやったらいいんでしょう。 USB で作る、はい、このデバイスを見ることができるですね。はい、これで完全に分離して、で別々に整理をする。でそういった時に今の Linux カーネルは、どんな問題があって、自分たちはそれに対してどうアプローチを取ったかっていう話をしました。で簡単に説明すると、これ確か元になる話はですね、去年のジャンボリーでもちょっと軽く話してます。でまあ、何やりたかったかというと、やっぱりこういう世界を作りたいんですね。でもともとは2枚のボードでやっていたものを Linux で1つでやりたいっていう話になりました。でそういった中で、ハイブリッド OS のアプローチとシングル OS のアプローチがあるんですけれども、私どもはシングル OS のアプローチをやりました。でハイブリッド OS のアプローチとしては、例えば、ジノマイっていう一番下の、割り込みを受け取って、それぞれ のところに渡す iPipe という像を設けて、ジノマイカーネルと Linux っていう2つの、OS モデルで動くような形にして、やるっていう方法や、それ以外に、名古屋大学の方でやっているトッパーズ SafeG などは、SafeG という2つの、このハードウェア仮想化レイヤーを設けて、これは ARM 用なんですけど、FIQ デバイスに対しては、リアルタイム OS が動くようにして、IRQ デバイスに対しては、ジェネリックパークスの Linux が動くようにする。で、FIQ の方はプライオリティが高いので、そちらの方に必ずリアルタイムの制御がいるということを、前提にして、確実に制御を行えるようにしたという話があります。でそれに対して、じゃあシングル OS でアップローチっていう話になると、やっぱりこう、一個だけ OS 使いたいんですけど、その後に Linux が必要っていう話で、Linux をじゃあ使うには何が問題になるかっていう話をしました。で、その時に、やっぱりディタミニズムは大事であって、RT プロセスはやっぱり決定的な動き方をしなくてはいけないんですけど、ジェネラルパーパスは非決定なので、どの段階でどんなことを理
クエストが入ってくるかわからないっていう問題があります。で、じゃあどんな機能を作ればいいかっていう話なんですけど、そういった中ではこのジェネラルパーパス のプロセスとかスレッドが、例えばリアルタイム系に与える影響っていうのを全て防いであげる必要がある。で、その機能としては、Linux カーネルの中では CPU Affinity とか、C グループとか、いろんなそういったグルーピング機能が用意されているので、それをベースにして使っていくという話になります。で、そうすると、私どもの言う、リソースパーチョニングが可能になって、例えば一つの CPU コアと特定の、デバイスとリアルタイム。と間を完全に Linux カーネルは一つなんだけれども区切ることができるようになるという話になっています。で、この時に前提として、私たちが前提としたのはやっぱりデバイスは占有させてあげようということになっています。なので、例えば一つのハードディスクがあったとして、そこに対して、リアルタイムとジェネラルパーパスが同時にアクセスをすると、そこのところでどんなにプライオリティをつけていたとしても、やっぱり不意のタイミングで起こるものに対しては完全に制御しきれないという問題がどこかで出てくるので、それは、行わないことをしました、前提としました。で、そういった中でですね、ワーキングプロセスを、作っていくんですけど、今の CPU Affinity をただ単に使って、実際に評価をすると何が問題かというと、なんか CPU Affinity 使わないとまず全然ダメなんですけど、 CPU Affinity 使うとかなりこういいところまで行くことができます。ただですね、これをですね、ずっと評価していて長く動かしているとですね、時々 CPU Affinity 使っていても変なデータが出てきちゃうことがあったんですね。で、これなんでこんなことが起きていたかっていうのは、調べていくと、このタイマーのカスケーティング処理っていうのがあって、これが悪さをしているってことが分かりました。で、それを完全に、排除していったら何をしなくちゃいけないかっていうと、結局タイマーのマイグレーションとかも全部して、で、もともとリアルタイム系で、動いていたもの、例えばリアルタイム系ですと、カーネルの、例えばフォアに割り当てられたカーネルスレッドってマイグレーションできないんですけど、そこに対してのリクエストも当然マイグレーションずっと残ってしまうので、それを全部マイグレーションしました。で、やったのはで、たどり着いたところはこういったところにたどり着いたという話なんですね。で、うまくできそう、ラストチャンスで、じゃあ、これ。すいません、せっかく持ってきたんですけど、多分持ってきたところでどこかで壊れた可能性があるのとちょっとまだ、分からないので、すいません。でも後でもう一回ちょっと試してやりますけど、お時間取らせるのも悪いので、次のプレゼンの方に行きたいと思います。じゃあ私のプレゼンはちょっと最後にちょっとまとめさせていただきますと、TSI の RT が必要だったかというところから始まって、どうやってマージするのかという手順について述べました。で、ソースコードについてはですね、皆さん同じこうなんかのをたどってもいいんですけど、私どもの方でも作ったものをそのまま公開していますし、TSI の一番私のこのリポジトリのある中の一番
新しいものに関しては何らかのテストしてます。なので、例えば LTP 通してサイクリックテスト通してっていうのをまあ、パンダボードないし、XIOT6 のボードないしで、行ったものは一応挙げています。ただ、一つ問題があるとするとまずサインオフバイがついていないとかねそういったところの問題はあるんで、その辺は後でフィックスしておきますけれども、よろしかったらちょっと何か使って、もし問題があれば報告していただければありがたいと思います。で、このところで Will be available soon って書いてあったんですけど、先ほど見ていただいた通り今もう上がっているものありますので、そちらについてももしよろしかったらフィードバックいただければと思います。何か質問などありましたらぜひお願いします。はい、さっきのボーダーの問題って今のオンラインの関連で問題ですけど、ですね、それはですねケースバイケースなんですけど、今のメインライン14とかまだ強化してないので分かりません。で、私どもの対話の問題で一番最後まで評価したのが 3.6 のところまでなんですけど、その時点ではありました。で、ただですね、それもケースバイケースで、ですね、何のハイレゾリューションタイマーをオンにしてからノーキックキックレスを、オンにしてるとそういうことになります。なぜかキックレスが悪さをしているという感じになります。キックレスオープンにするとキックレスオープンにするとマシになります。はい、あんまりひどくはならない。ただそれをさらにひどくならなくなるところをさらにグッと縮めたいと思うと、やっぱりこういったタイマーのところまでやってマイグレーションしていく必要があるのと、あとですね、今ですとコンフィグのティックでしたっけ、要はタイマーのノーハーツのタイマーコアによって、タイマーを完全に止めるっていうところができるようになってきているので、その辺今強化しています。他どうですか。はい、今そこそれっていうパンダボードっていうのはデュアルコアがついている、はい、ボードなのか。で、CPU のどれくらいの速さ、これパンダボードの CPU がどれくらいの速さという話なんですけれど、どなたか知ってる方いらっしゃいますか。確かコアテック内系の確か 1.2GHz だったと思います。ですね、ちょっと待ってください。先ほど言った時は検索するのがいい。パンダボードパンダボードイースは 1.2GHz なんですけど、実際にはパンダボードでは 1.2GHz までになって、はい、1位だけです。そういう意味ではこのパンダボード ES です、ここにあるのは。はい、多分最高で1位だけです。パンダボード ES なので、これのスペックをちょっと見ていただくと、どっかに書いてない、これ 1.2、 あ、これ書いてありますね。 1.2GHz に近いので、それって、はい、リアルタイムの性能としては8ミリ8ミリ秒ぐらいになる感じ。おさま、これって結構いろんなオーバーヘッドがあって、はいはい、一番よろしくないのは CAN と RS-232 を変換してたりとか、あそういうところがあるんですけど、そういった処理とかを含めて、8ミリで収まるようになります、はい、それってもう負荷をかなりかけて開けた時に8ミリ設定っていう、そういう意味ではですね、負荷をかけてっていうのはちょっと語弊がありまして、負荷をかけるのはあくまでもこっちのコアの方だけなので、こっちのコアは何にもないはずなんですね。で、ちょっとあんまりとっておきがあるので、ちょっとじゃあ反則します。時間大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ僕は大丈夫ですけど、皆さんここから先はじゃあ見なかったことにしてくださいってちょっと言いたいので、ビデオ止めた方がいい。ビデオですか。ビデオ微妙にじゃあですね、はい、じゃあ小林さん映しておきます。小林さん映しててもいいですけど、こっち映さないでください。でこっち見た人は全てをこの部屋を見た、はい、ですね、
これあの実際に私どもでもやってるやつなんですけど、これちょっとバージョンが違うパネルなんですね。で、まあ、ただそれは置いといて、今ですねこれあの両方とも持ってるんですけど、従来版っていうか何にもしていないとただこの辺うまく統一しているんですけど、ウェブのこのクライアントアクセスをこうオンにすると負荷が上がって一気に倒れちゃうんですね。で、この負荷の上がり方っていうのをちょっと見ていただくと、ここのところでフォアの、1と2がこう延々とあるじゃないですか。で、両方とも上がっちゃってますよね。で、これに対してですね、で、まあ、これ、あ、いい感じで隠れてるな。文字が読めないっていうのがいいですね。ですね、これ最初の方からずっと一つのコアだけこう高くて一つのコア低いですよね。で、ここの負荷をオンにしていると、オンにしても一つのコアだけがグーンって上の方に上がって、もう一つのコアの方はずっと下の方に張り付いたままなんですね。で、アイソレーションされているっていうのはこういう状態で、この状態ですとこっち側のコアにかかってくる割り込みとかそういったものも全部限定的なものになるので、こういった制御って全然ずっと行えるようになっていて、で、間に合うということになります。なので、リアルタイム系をこうなんとかしようと思うと、いかにそのある世界っていうのを決められた手順で動くようなものに抑え込めるかっていうのが問題で、それが一つのコアの、だから一つのボードであっても、一つのコアと特定のデバイスに対して行えるっていうのが、こういった技術。一応ビデオはあったんですけど、LTSI、RT で動いてるのを見せたかったので、ロボットしたっていうことです。はい。他はどうですかね。はい、コアごとに OS を動かすのよりいい点って何なんですか。コアごとに OS を動かすというのは、コアごとに RT Linux と、じゃない Linux を動かすという、仮想化数をまず挟み方がなかったっていう話があります。仮想化オーバーヘッドが。はい、仮想化、はい。というのと、あともう一つ、そうですね。あともう一つは Linux 2つやると、その分だけ実際のメモリーリソースとかそういったところが多く使えますけど、一つでやればその点は、少し、経験が減るのかなと思うところもありますし、まあ、2つ管理しなくちゃいけないって嫌じゃないですか。例えばソースコードでこっち側用の Linux とこっち側用の Linux って違かったら2つ管理しなくちゃいけないですよ。やっぱり1つにまとめて管理するとか、そういったところをいかに効率化したいかっていう観点で、これ1つの Linux でやっていきたいっていう話がありますね。あとその関連ですけど、要はだから今回1個しか Linux がいないので、はい、RT カーネルが、はい、それで言えばコア0側も RT 化されてるわけで、完全的にははい RT タスクじゃないけど、はい、で、もう昔ありますけど、だからその、なんだろう、レイテンシー、そう、レイテンシーとスループットのバランスっていうのがあるじゃないですか、はい、当然、だからウェブサーバー側の、まあ、今回、ワークロードはベンチマークかなんか分からないけど、値ってきっと変わりますよね、はい。きっと変わると思います。ですよね、だから逆にスループットが悪くなる可能性もある、はい。それはあります。ですよね。はい。そこは、重々承知しております。どうですか。じゃあまた後でうまく動けるようだったら、はい、うまく動けるようだったらまた、はい、じゃあどうもありがとうございました。